どうも、ハイチーです。突然なんですけど、まあ、今回はですね、一部の方に、ちょっと待てっていうのを言いたくて、いや別に何か怒ってるわけじゃなくてね、ちょっと待ってよっていうのを言いたくてですね、今動画を撮ってるわけなんですが、まあ、今、新学年が始まって1ヶ月半ぐらいですね、経ちましたと。で、中間考査とか、中間テストがおそらく今始まった方もいるかな、まあ、その時期だと思うんですよね。テスト時期に入ってますと。で、まあ、テストはやっぱり来るとさ、強制的に勉強頑張らなきゃって言えば思いますよね。まあ、状況はそうなるので、周りもそうですし。で、その中で、まあ、いろいろ焦るじゃないですか。まあ、1ヶ月半こう、必死に踏ん張ってきてて、で、4月っていうのは、その、もう毎日を必死なんですよ。環境に慣れなきゃいけないし、新しいことがいっぱい起こるから、もう、毎日消化するのに必死なんだけど、それがだんだん慣れてくると先のことを考えられるようになって、毎日必死に消化してる時って先のこと考えられないから、もう毎日与えられる目の前にやってくることを消化するんだよね。でもその先を見れるようになると、この先こうなっちゃうんじゃないか、逆を言えばね、プラスに持っていくんだったらこういういいことが起こるんじゃないかとも持っていけるんですけど、やっぱそこまでの余裕がなかったりとか、やっぱネガティブにね気持ちになってしまったりすると、ああ、こうなっちゃうんじゃないかなと、こんな嫌なことが起こるんじゃないかなとか、いろいろ思うわけですよ。で、その中の一個がやっぱテストで、で、このまま行くとテストこうなっちゃうとか、もうこんな順位取っちゃうとか、ダメになっちゃう、怒られちゃう、もう私ダメだみたいな、どんどんズーンって落ちていくわけですよ。いろんな発想がね。で、そういうメールが今めちゃくちゃ来るわけですよ。で、そのメールを読んでて、今回言いたくなったのが、ちょっと待ってくれっていうとこなんですよ。自分の気持ちとしてね。で、何かっていうと、その、まあ、全員とはやり取りをね、できないので、その一部の方にこう返して、で、メールまたいただいてとかやってる中で思うことは、まあ、毎年思うことですけど、やっぱり、漠然とした不安に襲われてる方が圧倒的に多いんですよね。不安の中でも。不安っていうのがもう、こういう、もうこれになってしまうんじゃないかっていう不安もね、リアルな不安もあるかもしれないんですけど、例えば、このまま行くと自分ダメなんじゃないかとか、このまま行くと、例えばテストで言うんだったら順位がボロボロになるんじゃないか、高校、大学に進学できないんじゃないかなっていう。まあ、漠然としてますよね、それは。そう。で、そこに関しては、漠然とした不安って、ちゃんときっちり対処しないと、ずっと不安になっちゃうんですよ。けれど、その不安に思ってる時って、やっぱ心が辛いじゃん。そんなエネルギーもないし。で、不安と戦うエネルギーがないから、そのまま流しちゃうんだよね。で、流しちゃうと対処をしてないから、ずっと不安がつきまとってしまって、どんどん気分も下がってしまう。だから、そうなるくらいだったら、もう、ちゃんとその不安に対して、こういう風にやっていこうっていう計画を立てて対処するしかないんですよね。で、もちろん、その、受験とかさ、もう1年先、2年先とかなっちゃうと、その1、2年かけての計画になっちゃうから、長くなっちゃうんだよ。そうするとやっぱちょっと辛くなってしまうので、例えば、目先のね、今回でいう中間テストとか、まあ、期末テストとか定期テストに関してだったら、まあ、2週間、3週間かわからないですけど、じゃあ、テストで、例えば悪くなりそうとかダメになりそうっていう不安があるんだったら、そうならないように、どの科目を取りに行くのか、もちろん全部取れたらいいけどさ、でも、時間がなかったりとか、得意不得意もあると思うので、この科目をこうやって勉強していこうって計画を立てるしかないんだよね。漠然とした不安に漠然と頑張ろうじゃ立ち向かえないと。漠然とした不安だからこそ具体的な計画を立てて、これを、今日はこれをやろう、明日はこれをやろうって計画を立てていくと。で、立てた計画を一個一個こなしていくって。そうやっていくしかないんですよね。で、そうやっていくことで、一個一個こうやってこなしていくじゃん。そうすると、自分が決めたことをちゃんと、やったっていう確認ができるんで、前に進めてるっていう実感はあるんですよ。ただ、それを漠然と頑張ろうになっちゃうと、じゃあ今日頑張ろうと思って3ページやりました。明日頑張ろうと思って10ページやりました。そっちも頑張ってるんだけど、その日に勝手に決めた気分で決めたものでやってしまってるんで、頑張ってるんだけど、頑張った実感が持てないんだよね。そうすると結局漠然とした不安にずっとやられちゃって、最初頑張ってたんだけど、どんどん頑張れなくなってくる。でも、計画を立ててやっておけば、もちろん不安もつきまとってるんで、ああ、辛いってこれどうやってもダメなんじゃないかな、みたいな思うことはあるんだけど、でも、着実に前に進めてるって実感はあるので、自分でちゃんと決めたものだからね。そう。で、力強くやっぱ一個一個こなしてって、で、そのテストに向かう。そして、そのテストで終わった後に、成果が出れば一番 OK なわけよ。自分がやってね、こうやって計画を立ててやりました。それでいい点が取れました。じゃあ次もそれで頑張ろうと思えるわけ。いい経験値が積めるんですけど、ただ、そうやってやったのに、計画を立ててね、やったのに成果が出ないこともあるわけよ。でもね、計画をきっちり立てて、それでも成果が出なかったら、
計画の立て方のどっかが悪かったんだなって反省に持っていけるから。で、反省ができれば次に活かせるんだよ。そう、もちろんエネルギーはたくさん使うし辛いこともたくさんあるんだけど、ただ次に活かして、失敗は成功のもとじゃないけど、そうやって次に活かしてやっていくしかない。だから今みんながね、その勉強だけじゃないと思うんだよ。友人関係とか将来のこととかもあると思うんですけど、漠然とした不安にやられてる場合は、計画を立てれるものは計画を立てて対処する。例えば将来の夢とかっていうのはなかなか難しいよね。計画はどう立てるのってなっちゃうんだったら、今はそれは置いとこうと。じゃあ違う、なんか不安がないのかなって。でもそれでもなんか将来に向かってやりたいと思うんだったら、じゃあ仕事が載ってる雑誌をまず買ってみようみたいな。どんな仕事があるのかを知らなければ何も動けないから。で、知識を増やすことによって心が動く瞬間があるかもしれない。ひとまず動いてみないとわからないからさ。そう、っていう感じでやってもらえたらと思います。はい、ということで、まあ、今回はね、その漠然とした不安っていうところについて話していったんですが、まあ、こいつはですね、その漠然とした不安は学生のうちだけのものじゃないです。20代の人も、例えば自分みたいに30代だったり、おそらくみんなのお父さんお母さんとかも、ね、ちょっとは持ってると思う。で、もちろんその漠然とした不安に、まあ、そんな気にしたってしょうがないよねって言って、まあ、気にしないっていう方もいるわけ。で、これはこれでいいの。一個の強さだから、気にしないっていうのも。でも、学生のうちっていうのは、その漠然とした不安にものすごいやられちゃう子が多いんですよね。心がやられてしまう方が。で、その心がやられて、ああ、もうやだやだ、もう無理無理、みたいな。そうやって生きるのもいいかもしんないけど、でも自分だったら、そうなるぐらいだったらさ、計画を立てるのも、その計画を実行するのもね、エネルギーが必要になりますけど、でもやっぱ立ち向かってというか、そこと向き合って何かしらやって、で、そっから一個の経験値を積んで、次に生かすっていう風になっていった方が、うん、俺は人生としていいのかなと思ってるので、まあ、もしね、そう、やってみようかなと思う方は、その今みんなが悩んでること、勉強か恋愛か友達関係か将来かわからないけど、それについて何かアクションを起こせる、行動を起こせるものがあるんだったら、計画を立てて、ひとまず、まあ、まず今日から、やってみてください。